おはようございます。南里穂です。いきなり朝ごはんからのスタートになります。今日は仕事も休みで母もいるので、久しぶりに母と日用品とか、よく使っているスキンケアの買い物に行こうと思います。それではスタート。あずきの力はチンして肩とかにこうやって置いたりすると肩こりめっちゃ楽になります。血流良くしてくれるから、これ大好き。うん、命の母ハルカイロ出てんで、ママ買ったろか。なんで冷えが辛い女性なんで。別に私でも使えるやん。12時間持続って知って買ってみよう。あれね、私ねこれ欲しかった。これ足に貼るカイロ、すぐなくなるよね。そう、足先めっちゃ冷える。買い物ない今は。まあまあないことないけど、これ面白そうちゃう。お風呂のカビ超綺麗って。まあ貼っといたら予防になるってぐらいちゃう。そうなんか、安らぎアロマミストって、寝るときにベッドでかけたいね。あ、これめっちゃいい匂いだ。ちょっと苦手やな、その匂い。ラベンダーかもね、じゃあ。うん、私ね、え、じゃあこれトイレのなくなってん、リビングに、あれじゃない。何、上にあるやん、冷たい。いや、でもちょっと匂いを変えてみようかなっていう。高いよね、ちょっとね。ノーガニックだ。なんだ、私が毎日愛用してるノーガニック見て。え、洗顔フォームとかあるし、クレンジングミルクやって。これは知らんかったな。知らん。これは私が使ってるやつ、ローションとセラム。エッセンス使ったことなかった。角質層まで保湿、水分届けるの。透明にしてるけど、角質層までスムーズにしなきゃ。うわ、黄色い。しっとり。うん、香りもいい。これ買ってみよう。肌の張り引き締めにアプローチやって、トリプルビタミン処方で。すごーい。おねだりされました、ママに。母の分も買います。確かに。と洗顔とクレンジングない。へえ。私でも好き、こういう感じの洗顔フォーム。角質汚れとかにもいいみたいです。なんかすごい、うん、いい匂いする、めっちゃ。柑橘系やねんけど、うんうん、これにミルク足したみたいな感じ。めっちゃいい匂い。今度これクレンジングミルクの方を使います。あ、出た。え、なんか乳液みたいなテクスチャー。すごい、ほろ苦。うん、同じ匂いする、めっちゃいい匂い。ね、うん、貼ってみよう。これはまだあるんで、これ気になるな。うん、買ってみよう。ノンシリコンヘアオイルやってる。よし、めっちゃ何でも買ってもちょっとお家で試してみたいと思います。楽しみ。じゃあお会計してきます。じゃじゃーん、帰ってきました。はい、ってことでちょっとマツキヨで購入した購入品紹介もしていきたいと思います。まずこれ、これ結構期待してる。なんか初めて見た。あんまり他のドラッグストアさんで見たことないかも。ビューウェル&グッドナイトアロマミストスリーピーラベンダーグーさんがくしゃみした。まあ、なんかお休み前に天然アロマが変わる消臭除菌ミストみたいな感じらしいです。寝具や寝室等の空間にもお使いいただけます。やって、これめっちゃ良さそう。ちょっと使ってみてまた感想言いたいと思います。で、次これ柔軟剤、ココナッツの香り。なんか私結構バニラムスク系とか好きって言ってるじゃないですか。それでちょっと気になって買ってみました。で、これレインボムミニアって、バスボム
ミニーをバスタブに浮かべるとなんかカラフルな虹が現れるみたいです。ちょっと気になって買ってみました。次これ靴下に貼るタイプポカロン。あ、ですね、足先めっちゃ冷え性なんでめちゃくちゃ冷えるんですよ。でこの靴下用の北海道は結構ねストックしてます。すぐなくなるからね、ごま入りやから。これ母に命の母あったかいかな、なんかあったかいみたいな。なんで命の母なんやろ、何が違うんやろ。でもよもぎとか生姜とか入ってて12時間持続って書いてたから、まあ、あの母だけじゃなくて生理痛の時とかにもこれ貼ったら良さそう。命の母の回路試してみます。これも初めて見た命の母の回路で。次これ小豆の力。私結構小豆の力するんでしょ。で顔タイプ出てたから顔タイプ初めて見たかも。目だけのは見たことあんねんけど、あこれもあんねん。貸してる。これあの肩にのせるバージョン。これ結構いいんですよ。肩こりすごくて血行悪くなったりとかしたら、こうやっぱ冬とか特にこう縮こまるじゃないですか、寒いから肩こりから来てバーって自律神経乱れてきて体調不良とかなっちゃうので、結構肩とかね温めることが多いです。小豆の力結構いい。で顔バージョンが出てたんで買ってみました。また使ってみたいと思います。次これクローゼットの無臭だ。これめっちゃいいんですよ。匂いもなんか自然で柑橘系の匂いなんですけど、これは衣装ケースとか引き出しタンスに入れる用のこういうチップみたいになってるやつです。これ匂いがめちゃくちゃいいからこれやらないと。でこれはかけるタイプですね。これも必要です。次がこれ目当てで行ったみたいな感じなんですけど、ちょっとなくなってきてたから買い足そうと思って行ったら、なんか私があんまり見たことない知らなかった商品とかまで出ててめちゃくちゃ買っちゃったっていう。じゃじゃん。これは私の多分いろんな動画の中で出てきたと思うんですけど、モイスチャーバランシングローションです。これテクスチャーは結構ね肌なじみいい感じで、まあ、導入美容液機能がある化粧水なんですけど、肌荒れとか乾燥のトラブルとかもサポートしてくれるみたいな感じです。でこっちセラム、これはもう最近もう切れてたんですけどストックもなくて。でこのセラムは、まあ、1本で乳液クリーム美容液の役割してくれるから、まあ、疲れて帰ってきた時とか忙しい時とかに時短になるからめっちゃ助かるなって感じです。これあと今回気になって買ってみたやつです。これ1月にリニューアルされたらしくて、エノオーガニックエンリッチ&コンセントレート VC エッセンス、ビタミン美容液でビタミン C の濃度が2倍になったらしいです。マスク生活とかで肌の乾燥とかが気になる方やったり、肌のくすみ毛穴の開きとかハリにもアプローチしてくれるらしくて、まあ、ビタミン A とかビタミン E も含んでるからトリプルビタミン処方やからおすすめらしいです。これはねもうテクスチャーも最高やった。で匂いも化粧水ローションと同じ匂いでめちゃくちゃいい匂いです。めっちゃしっとりしてる。めっちゃ保湿力高そうこれは。で次がね、洗顔のラインも揃えてみました。洗顔じゃじゃーん、モイスチャー&バランシングクレンジングミルクです。まつき用でテクスチャーの感じを試したんですけど、トロトロ美容液使ってるみたいな贅沢な使用感って感じがして、で、ね、匂いも柑橘系の香りがしてめちゃくちゃ良かったです。これも今日の夜ちょっと使ってみたいと思います。でじゃじゃーん、洗顔フォームです。モイスチャー&バランシングフォーム、ホワイトクレイっていう白い泥が含まれてて、古い角質とか毛穴汚れを吸収してくれるらしくて、マスク生活で弱った肌にも優しく泡で洗えるみたいやから、そこがめっちゃいいなと思いました。今までスキンケアラインしか使ってこなかったんですけど、ちょっと今回洗顔クレンジングと洗顔もあったので気になって使ってみたいと思います。あとねヘアケアラインも全部揃えてみた。私ね、一回ね、スキンケアラインとか全部揃えて、使ってほんまによかったら紹介したいな、みたいな感じで、とりあえず、もう、いろんな、あの、ブランドさんとかのも使うんですけど、まあ、あの、スキンケアラインがこんだけいいから、多分ヘアラインも間違いないやろっていうことで、今回揃えてみました。じゃじゃん、エノオーガニック。シャンプーとトリートメントです。で、これはなんか、頭皮のケアとかにもめっちゃいいらしくて、乾燥してる頭皮とか。見ないよ、あんま見えへん。これも初めて見た。このシャンプーも買ってみました。
あと香り気になるね。え、香り気になる、香りめっちゃいいですってスタッフさんが言ってたの、店員さんが。気になります。で、これヘアパック、トリートメントですね、マイルドリファイニングヘアマスク。これも今日お風呂入ったら使いたいと思います。で、最後これヘアオイルですね。開けてみます。ムンシリコンって書いてた、うん、ヘアオイル書いてた。あ、ヘアオイル、うん、うん、どうなんだろう。こんな感じです。全部今日の夜エノオーガニックで過ごせるやん、これ一式やん。あかんね、ドラッグストア行ったらめっちゃ買っちゃうね。はい、ということで今回の松木屋での購入はこんな感じでした。ということで、今からいろいろまた用事があるので早く夜使いたいと思います。また後で。まずクレンジングミルクで化粧を落としていきますこんな感じで一回落としていきます。映ってる？映ってる。もうそっから下映らないのに一生懸命頑張ってんの。映ってる。いや、何？危ない危ないやっぱこう、まくべきやろ。危ない、撮ってる方を考えて。まあ素人よ。じゃじゃん、最後モイスチャーバランシングフォーム、こんな感じです。うん、いい香りしてる。うん、こっからでも柑橘系の、こっからでも匂うの。これで洗い流していきます。うん、うん、すごい。はい、お風呂上がったらまたスキンケア取っていきます。はい、お風呂上がりました。スキンケアしていきます。結構あの洗顔がね、しっとりタイプやから乾燥することなく、そうやな、めっちゃいい感じでした。すごい良かった。で、じゃじゃーん、モイスチャー&バランシングローションです。私大体5プッシュぐらいなんですけど、でも3プッシュぐらいかな。見える？こんな感じで、で、手のひらで温めてあげます。母はちなみに V の方です。今日は V の、母はアンチエイジングの方です。 V、 まあ肌荒れとか赤み予防の成分が入ってるから、乾燥とかから来る肌の揺らぎとか気になってる方にもめちゃくちゃおすすめです。これ次、じゃじゃーん、これです。モイスチャーバランシングセラムです。私2プッシュぐらいかな、だいたいこんな感じで。うん、もうこれだけでももっちり、ほら吸い付いてるの分かります？で、最後に今日新しく買ったこれです。 N オーガニックエンリッチ&コンセントレート VC エッセンスです。見てください。え、どれぐらいって、うーん、これもめちゃくちゃいい匂いです。柑橘系の10円玉ぐらいって。10円玉か。これやっぱビタミン C が2倍になったって書いてたやん。そう、ビタミン C なんか2倍になったみたいです。だからやっぱレモンの香りが、うん、レモンの香りがすごい、うん、いい匂いめちゃくちゃ、より一層のか。これリニューアルされたみたいです、うん、こんな感じで今日のスキンケア終了です。あー気持ちいい、吸い付きがやばい、すごい、すごいな、ほらこの吸い付き。なんか嫌なねっとり感じゃないの。そうそう、嫌なベタつきじゃないんですよ、うんうんうん、ほんまになんかもう保湿されてめちゃくちゃもちもちって感じです。はい、ということで今日は母とのまったり買い物 Vlog でした。今日紹介した N オーガニックのスキンケア商品は関東周辺の松本清、全国のロフト、東急ハンズプラザなどのバラエティショップなどで買えるみたいなので、皆さんぜひ概要欄もチェックしてみてください。で、新生活に向けてスキンケアも皆さん見直ししてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、どうやった、めっちゃ良かったな、これ。うん、すごい良かった。それではこの動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ